皆さん、こんばんは。だんだんの放送局の日本語のニュースでございます。昨日、討論、大黒出席は、ハノイで公安省。二千二四年、上半期の公安無用に関する予備会議に出席しました。 開会式で、ルーンタンム官官大臣は、ウィン・フーチョン・ソキチョの挨拶を伝え、ソキチを自民公安部隊が長年に渡って収めた成果の成果を高く評価しと国家 市民への信頼の要請に貢献したと述べました。文富ジャ議長は今年年末の6ヶ月間で自民警察庁はさらに労力し、らさらに大きな成果を収めることができる期待を示しました。この会議では、大王団体からは今年の年末の6ヶ月間における公安活動のあらゆる側面の状況と成果及び今年の年末の6ヶ月間における重要な任務と解決策を しました政府セレの第74号によりますと2024年7月11日からの地域別の月中学最低賃金はメレレス第38号の最低賃金より平和20万ドンから28万ドル増加することになりました。 中央賃金が要所することに伴い、市場の一部の製品の価格が要所し、インフレ圧力がかかります。この給与引き上げは高額ですが、政府の柔軟かつ重きった物価管理政策のおかげで、経済専門家らは大きな影響は出ないと見ています。こののも政策立案の時点から 予測されていたため、今年のインフレ実中は、以前とし国会がしたためた目標の範囲内にあります。全体として、今年のインフレを4%から4.5%に抑制するという設定目標は実現可能であるということです。昨日 タンフォーグンチャーコ村の自ミ委員会で国会大横断グループ第4部隊が同軍の有権者との国会会合を行いました会合では国会議員らが大有効期国会大7回会会議の結果と同会期同会期における地方国会大横断の活動について有権者に説明しましたこの機会にトラーココ 村の有権者は、検査や監督に関する多くの問題について、有権の意見と勧告を国会に報告しました。特許者や動員による違反合意への対応は、より抜本的に行う必要があります。有権者は、また、 国民ありかどの作成は国民にとってより便利であるべきだと提案しており、医療の検査者、治療の手続き、紹介手続きは依然として副野中であるということです。受験者のの意見は不記憶の 代表さが分かりやすすく説明しています国会大王と中央委員会委員国会外交委員会委員長のウハ氏が有権者の意見や勧告を受け取り記録しました今後も両働国会大王団はゲッ案と有権者の意見や勧告への対応に引き続き注意を払い監視していくことになります日本の旅行上半期は外務大臣とは 昨日インド太平洋地域の平和と安定の猶予性の再確認し、この地域における一,一方的な不利欲による、表現状交換入力に配慮対策反対を発表表明しました。 この発言はマリナで行われた日本とフィリピンの外務貿易大臣官の2プラス2メカニズムに基づき対話で日本政府フ完成さに予定なされました。会談後に発表された共同プレス立中によりますと、両国閣僚はまた都会における中国の危険かつエスカレートする行動に深い懸念を表明しました。さらに閣僚は米国 およびオーストラリアとの機密な4か国気力が重でさかれたインド太平洋地域のご中心の促進に向けた重要な要素であると強調しましたイランの次期大統領マスロ・ベゼン機関はイラストイスラエルの関係について反イスラエルの立場

イランが支援し、イスラエルと敵対する勢力のトップに送った召喚の中で、イスラム共和国は常に違法使用に住ムに対する地域住民の抵抗を支援してきたと述べました。初期の声明は、ペジェシスン支の下での新政府の地域政策を強化するものです。シアはヒズボラ運動とパレスチナのスニーは、ハマス運動は、いわゆる抵抗、スジクの イラン支援勢力です、昨年夕月にガザ地区で戦闘がオッパチして以来、ラパノン、シリア、イラク連盟でイランが支援する運動がイスラエルを攻撃し、ガザのパレスチナ人と連載することを宣言しましたごご清聴ありがとうございました。